こんにちは磯洋子ですこれまで高校講座の司会やサッカーの応援番組のキャスターやリポーターなどを務めていました現在は行政番組のキャスターや市民公開講座シンポジウムの司会などを務めています今は一つ一つの仕事を大事にまた自分自身も一歩一歩成長していきたいと考えています今後は好きなペットや料理に関係する番組とご縁があれば嬉しいですよろしくお願いいたします 磯陽子でした。